小宮の科学共同体から来ました柴谷と言います。今日はどうもよろしくお願いします。ちょっと準備がありますのでお待ちください。1曲目なんですけども、太鼓船という曲で、イメージ的には大きな湖にモーターボートじゃなくて小さな小舟でゆったり湖で遊んでいるようなそういうイメージの曲になります。では聴いてください。自衛隊の中でも科学を担当する隊員の育成をやっています。で僕たちはその時の支援ですね、教育支援の方、もしくは有事の際には実際に実動部隊として活動するという任務を持っています。ため昨日でちょうど5年になりましたけど、 3.11 の時には僕たちも原発の方行きまして、ヘリコプターで水落とした映像とか見られると思いますが、帰ってきたヘリコプター除染したりですとか、あとは東電の社員除染したりとか、実際に被災地で活動をしました。ということで常に日頃からこんなことやって遊んでるだけじゃないのでご安心ください。2曲
曲目なんですけど、ちょっとThank you.
余ってしまったので軽くあの楽器の説明いたしますと、あのインドの方で発祥した楽器が東の方に行ったのがニコになって、西の方に行ったのがバイオリンになったって言われてます。で、あの中国の楽器とはいうもののシルクロード伝わって東に行くに伝わって、あのこういうふうな形になったって言われて、なのであの馬の上で移動しながら弾くんで、あの弦を弓を落とさないように、あの弦と弦の間に弓が挟まってるっていう形になってます。で、革があの錦海の革を使っていますので、これがあのワシントン条約に引っかかってますので、あの中国でお土産で買ってもですね、あの成田に来た瞬間あの没収されますので、あまりあっち行っても下手に買わない方がいいと思います。で、あの中国の楽器ですけど、僕はあのちゃんと日本人の先生になってるんで、あの保全上ご安心ください。ということで、大体あのテクニックとしてはビブラートとスラートトリルを使うんですけど、まあ、ビブラートも何種類かありまして、まあ、バイオリンと一緒で、あのローリングっていうビブラートと同じ音の場所でも今度プッシュにすると若干あの音色が変わるんですけど、であとこの中間の動いてるのか動いてるのかよくわからないけどかかってるビブラートと、であと第4のビブラートっていうのがあって、あの緊張すると勝手に指が震えて動き出すっていうビブラートもありますけど、今日はあんまかかってないんで安心してください。ではですね、最後の曲になりますが、ね、最後はもう皆さんご存知と思います、見上げてごらん夜の星を。これあのカラオケ行ってカラオケに合わせていくことで98点ぐらい点数出ます。ちなみに歌っても96点出ます。では見上げてごらん夜の星を最後締めさせていただきます。すみません、すべて自分でやっております。ちょっとお時間がある。
り良ければ全てよし。じゃあ今日はどうもありがとうございました。